ナイジェル・アーネスト・ジェームズ・マンセルは、イングランド出身の元レーシングドライバー。2021年現在、カイチ・とカートのチャンピオンを2年続けて獲得した、唯一のドライバー。1990年には、大英帝国勲章、オフィサー章を、2012年には、同、コマンダー章を受勲。2005年に、国際モータースポーツ殿堂入り。日本での愛称は、マンちゃん。 アラボーシ、レンボ坊将軍。アラン・プロスト、ネルソン・ピケ、ケケ・ロズベルグ、アイルトン・セナラと並んで、1980年代の F1 を代表する名ドライバーの一人。特に1980年代後半から1990年代初頭にかけてライバル関係にあったピケ、プロスト、セナとは、まとめて4教もしくは、イ14イ天皇と呼ばれることもある。 会一歴代7位の通算31勝を記録するも、ドライバーズチャンピオン獲得は1992年の一度のみに止まった。それ以前の、特に1986年と1987年には、初のワールドチャンピオンを、あと一歩まで手繰り寄せながらも、タイヤバーストなどの不運や自らのミスに泣きランキング2位いいとなり、チャンスを逃がしたことから、母国の先輩スターリングモスになぞらえ、 無冠の帝王と称された時期もある。このフレーズは、マンセル本人も気に入り自称もしていた。イギリス中部の地方都市の労働者階級の家に生まれ、持ち家を売り借金を重ねながら、妻ロザンヌと共に苦労して頂点まで登り詰めた、苦労人タイプのドライバーである。豪快かつ大胆なドライビングスタイルと、喜怒哀楽に富む人柄が人気を博し、大英帝国の愛すべき息子と呼ばれた。 イングランドのウスターシャー州に生まれ、成人するまでを過ごした。マシューブルトンカレッジで工学を学び、卒業後はフルタイムのレーシングドライバーに転身するまで、ルーカスエンジニアリングで航空宇宙技術者として働いた。幼い頃、母親の運転する車に乗って、スピードの魅力を知る。また、父親も趣味でカードレースに出場していた。 マンセルは1963年よりカートレースをはじめ、1976年よりフォーミュラカーレースに挑戦。イギリスフォーミュラフォード1600、イギリス海3を経て、1980年に海1のロータスのテストドライバーと、海2のラルトホンダチームのドライバーとなる。下積み時代は活動資金に恵まれず、フォーミュラフォードでは低椎を骨折。 F3 では1979年オールトンパークでのレース中にアンドレアでチェザリスの運転を原因とする事故に巻き込まれて脊椎を2カ所損傷する大事故を経験しているロータス 95T をドライブするマンセル1980年の F1 第10戦オーストリアグランプリにてロータスからスポット参戦で会一デビューデビュー戦では燃料タンクからガソリンが染み出しており それが、レーシングスーツを通して、背中に炎症を作ったが、その痛みに耐えて、マシンを走らせた。この時は、翌年のロータスのシートは、仮契約の状態だったが、デビュー戦のファイトあふれる走りが、チーム監督のコーリン・チャップマンに非常に強い印象を与え、翌年から、レギュラードライバーに昇格する。1八十一年の、第五戦ベルディーグランプリにて、 ジルビル・ヌーブとの接戦を制止初入賞、3位、表彰台に立った。しかしロータス在籍時のマンセルは、エリオデ・アンジェリスの影に隠れ、後に、暴れん坊と言われる時と比べると制裁がない、シーズンを送ることになる。しかも理解者でもあったチャップマンが1982年12月に、急成してしまい、その後を継いだピーター・ウォートは、非常に折り合いが悪かった。チャップマンが残した、 アクティブサスペンションの開発を担当し、1983年の前半戦はアクティブカーの92で出走した。1984年の第6戦モナコグランプリでは予選2位から初めてトップを走行するが、25周目に大雨の中コース上の白線に乗ってスリップし、ガードレールにぶつかりリタイアした。第9戦アメリカグランプリでは、 自身初のポールポジションを獲得したものの、決勝レースでは、チェッカー目前で壁に当たって、トランスミッションを壊して停止してしまう。マシンを折り自ら押して、チェッカーを目指すも、途中で気絶して、コース上に倒れ、結果的に6位乾燥扱いに終わった。結局、ロータス在籍実質4年で、幾度か表彰台には上るが勝利を得られず、 新鋭アイルトンセナの加入により押し出される形でチームを去った。モナコグランプリでの構想が評価され、1985年のウィリアムズ入りが決まった。FW10 ホンダをドライブするマンセル FW12 ジャットをドライブするマンセル1985年にはホンダエンジンを搭載するウィリアムズへ移籍し、ケケロズベルグのチームメイトとなる。 第7戦フランスグランプリ予選ではタイヤがバーストし、ホイールが頭部を直撃して失神。地元、イギリスで行われた第14戦ヨーロッパグランプリで、悲願の初優勝を果たした。会一出走72戦目での初優勝は、当時の最地記録となった。続く、第15戦南アフリカグランプリでも優勝し、チャンピオン候補として、急激に頭角を表した。 1986年にはウィリアムズに2度のチャンピオン経験者であるネルソン・ピケが加入。しかし、マンセルとは、ソリが合わず、チームメイトというよりも、ライバルとして意識し合う。マンセルは、ピケ、マクラーレンのアラン・プロストとミツどもへのチャンピオン争いを展開。最多の5勝を挙げ、最終戦オーストラリアグランプリを迎えた時点で2位に6ポイントの差をつけて、 ランキングトップに位置していた。決勝では自力で王座を決められるサインをキープしていたが、レース終盤に左リアタイヤが突然バーストしてリタイヤ。優勝したプロストにポイントで逆転され、ドライバーズランキングは2位に終わった。リアタイヤがバーストした時点で時速 287km の速度が出ていたが、マンセルはクラッシュすることなくマシーンを停止させる、離れ技を演じた。 この際マンセルは三輪になったマシーンを見事にコントロールしエスケープロードにしした。1987年は母国での第7戦イギリスグランプリで地元観客の大歓声を受けてタイヤ無交換作戦で逃げるピケをタイヤ交換1回にてニュータイヤのグリップを生かし怒涛の追い上げでオーバーテイク30秒近い差を逆転し優勝を果たした。この年は 最多の6勝8ポールポジションを記録しながらリタイアも多く第4戦モナコグランプリでは排気管が割れ第9戦ハンガリーグランプリではホイールナットが外れて優勝を逃したチャンピオン争いでは確実にポイントを重ねるピケに先行され逆転の可能性をかけて鈴鹿サーキットで行われた第15戦日本グランプリに挑むが予選1日目に S, S 字コーナーで大クラッシュ。背中を痛めてこのレースと最終戦を欠場することとなり、2年連続で王座を逃した。1988年は、リカルド・パトレーゼをチームメイトに迎え、ナンバーワンドライバーの地位を得る。ホンダがマクラーレンへのエンジン供給に切り替えたため、ウィリアムズは、ノンターボのジャットエンジンを搭載するが、非力で信頼性に乏しいエンジンと、 熟成不足のアクティブサスペンションに苦戦を強いられた。マンセルは開幕戦ブラジルグランプリで予選2位を獲得するも、ここから7戦連続リタイア。アクティブサスペンションを外した第8戦、イギリスグランプリでは宇宙の追走で2位とファステストラップを獲得。第14戦スペイングランプリではエンジンパワー差の出にくいコースで2位と気を吐くが、この年完走できたのはこの2戦のみだった。 また、娘の水筒が移り、ベルギーとイタリアの2戦を欠場した。この年は、トレードマークである口ひげを剃ったことでも、話題となった。フェラーリのピットにて1989年はフェラーリへ移籍。前年に続きマクラーレン勢が優勢であったが、開幕戦ブラジルグランプリで優勝し、セミオートマチックトランスミッションを初めて会一に導入した。 マシン640のデビュー勝利を飾った。その後は、マシンの信頼性不足に泣かされ、チームメイトのゲルハルトベルガーともどもリタイアが続いたが、第7戦フランスグランプリ以降は、マイレース表彰台に上る。第10戦ハンガリーグランプリでは、予選12番手から追い上げ、シーズン2勝目を挙げた。しかし、ポルトガルグランプリでは、ピットレーンでの更新が、 レギュレーション違反とされ失格と判定されたが、国旗提示後も走行を続け、トップ走行中のセナと接触。5万ドルの罰金と1レース出場停止処分を受け、セナのタイトル争いを妨害したと批判された。1990年にはベルガーが去り、プロストがチームメイトとなる。第3戦サンマ割のグランプリでは、ベルガーに幅寄せされ接触を避けて、ダートに飛び出し、 時速 300km を超える速度からスピン状態に陥ったが、1回転のスピンからそのままコースに復帰するという離れ技を演じた。しかし、イタリア語が堪能なプロストが順調な成績を収めて、チームの主導権がプロストに移っていくと、良好だったプロストとの関係は徐々に険悪になった。第8戦イギリスグランプリでリタイアすると、レース後の記者会見で突如引退を表明。 その後は、チーム監督、チェーザレ・フィオリオとの関係も悪化し、破棄のないレースが続いた。第9戦ドイツグランプリでは、レース序盤にスピンして、マシンを痛めたが、修復すれば十分に走れる状態であったにも、かかわらず独断でマシンをガレージに入れ危険。第11戦ベルギーグランプリでもスタート直後に、クラッシュし、プロスト用にセットアップされたスペアカーを使用したが、 走る気力を見せず自身の判断でリタイアした。シーズン終盤、ティレルのジャンー・アレジが、翌期のウィリアムズ遺跡を断り、マンセルの後任として、フェラーリ入りすることが決定。マンセルは、引退を撤回し、アレジの代わりに、フルス・ウィリアムズへの復帰を発表した。走りにも、暴れん坊ぶりが蘇り、第13戦ポルトガルグランプリでは、ポール・トゥウィンを達成。しかし、 スタート直後に、プロストに対して、幅寄せ行為を行い、前年に続き、タイトル争いを邪魔したため物議をかした。第15戦日本グランプリでは、周走行中タイヤ交換するが、発進時にドライブシャフトを追ってリタイヤ。ステアリングを叩いて、悔しさを表した。1991年、第2期、ウィリアムズ時代ウィリアムズルノー FW141991 年。 ウィリアムズは、エイドリアン・ニューウェイとパトリック・ヘッドの合作、FW14 を投入。セミオートマティック・トランスミッションの初期トラブルのため、マンセルは、序盤3戦連続リタイアを起死し、第4戦のモナコグランプリでようやく2位初完走。第5戦カナダグランプリではスタートから終始トップを走行しながら、最終ラップの残り半周でストップ。当初がスケツカとも言われたが、 レース終了後にマシンを調べたところエンジンがかかりギアも入ったためマンセルが観客に手を振った際誤ってマシンのキルスイッチに触れたのではという説も囁かれたが後にマンセル本人がセミ AT がシフトダウンする際に勝手にニュートラルに入ってしまう状態になっていて駆動がかからなくなったイグニッションを切ったのはエンストした後だと語っているチームはその後 キルスイッチを手の届きにくい場所に移した。第7戦フランスグランプリでシーズン初勝利を挙げると、第9戦ドイツグランプリまで3連勝を達成し、開幕4連勝を果たしたセナとのポイント差を詰めた。第13戦ポルトガルグランプリでは、首位改装中にタイヤ交換するが、作業クルーのご判断で、ホイールナットが閉まりきらないまま発進し、ピットレーンで右後輪が脱落する。 その後、指定エリア外でピット作業を行ったことが、レギュレーション違反とされ、失格処分を受けた。そのため逆転には残る3戦すべて勝利することが、最低条件となった。続く、第14戦スペイングランプリで優勝し、逆転の可能性を残したが、第15戦日本グランプリ決勝では、スタートで、セナ、ベルガーに先行され、 3番手のマンセルは差を詰められず、苦しい展開となる。10周目、セナの後ろを走行中にコースアウトしリタイア。3度目の大座挑戦も失敗に終わった。コースアウトする直前、マンセルはピットに無線で、I,M クルージングナウと言っていたという。マシンの競争力では中盤以降マクラーレンを上回ったものの、序盤のセミオートマのトラブル多発に加え、チームや、 自身のイージーミスが重なり、タイトルを逃した。悲願成就ウィリアムズルノー FW14 バイト1992年、ウィリアムズは、アクティブサスペンションなどのハイテク機器を搭載した、FW14 バイトで序盤から圧倒的な、速さを見せる。マンセルは、チームメイトのリカルド・パトレーゼをも圧倒し、前年のセナの開幕4連勝を上回る開幕後、連勝。 さらに第8戦フランスグランプリから第10戦ドイツグランプリまで3連勝を達成。過去の苦い経験が嘘のようにチャンピオン争いを独走する。第11戦ハンガリーグランプリにおいてついに念願のワールドチャンピオンに輝き表彰台で男泣きした。最終的に全16戦中14回のポールポジション、計9勝を記録して、 1988年のセナの記録13ポールポジション発祥を塗り替えた。年間最多ポールポジション記録は2011年にセバスチャンベッテルが全19戦中15ポールポジションを記録するまで19年間破られなかった。また1980年のデビューから12年経過しており当時のマリオ・アンドレッキの10年を破りデビューから最も遅いチャンピオンであった。 しかし一方で、ウィリアムズのオーナー、フランク・ウィリアムズは、自チームのマシンなら誰が乗ってもタイトルを取れると確信しており、セナやプロストも加わりシート争奪戦が加熱した。プロストは前年からウィリアムズと接触し、ハンガリーグランプリ前に1993年の契約に成功。さらにセナがマスコミを通じて、ウィリアムズに乗れるなら無給でもいいと発したメッセージを、 フランク・ウィリアムズが契約交渉に持ち出し、セナが加入する可能性はないにもかかわらず大幅な年俸ダウンを提示した。政治的駆け引きに疲れたマンセルはチャンピオン決定からわずか2戦後の第13戦イタリアグランプリで2度目の引退表明を行った。その直前、広報担当のアンブラッド賞からマンセルが引退会見を開くと知らされたフランク・ウィリアムズは急遽 マンセルの記者会見場にスタッフを派遣し、条件は全て受け入れるからやめてくれとのメッセージを送った。しかしマンセルはそれを突っぱねて会見を続行し、私の力の及ばない理由により、今シーズン限りでの F1 からの引退を決めたと発言した。さらにイタリアグランプリの後、翌年から北米のカートシリーズに転向することを表明した。当時、マンセル一家が、 イギリスのマン島から気候のいいアメリカのフロリダ州クリアウォーターに移住していたことも好都合だった。なお、この電撃遺跡に関し一部のイギリス国民が激怒し、ディドコットのウィリアムズ・エンジニアリング本社にデモ行進をする過激派も現れたためチームは、我々はもともと93年マンセルで行くつもりだった。決裂したのは彼のせいだと声明を出した。 1993年カートシリーズでのマンセル1993年にはカートのニューマンハースレーシングに加入しマリオ・アンドレッティのチームメイトとなる開幕戦サーファーズ・パラダイスでデビュー戦ポール・トゥウィンを達成第2戦はオーバルトラックの洗礼を受け予選中クラッシュ死血場負傷した背中を手術した第4戦伝統のインディ500では レース終盤トップに浮上するが、木旗走行後のリスタートを失敗し3位。しかし、その後のオーバルで4勝を上げ、適応能力の高さを示した。結果、16戦中5勝でシリーズチャンピオンを獲得。同時にルーキー・オブ・ザ・イヤーにも輝いた。カイチとインディカーの両方でチャンピオンとなったのは、マリオ・アンドレッキとエマーソン・フィッティパルディ、マンセル、ジャック・ビル・ヌーブの4人。 二年続けて、両カテゴリーを制覇したのはマンセルのみ。マンセルと入れ替わりに、カイチ参戦したマイケル・アンドレッティが不審だったため、カイチとカートの競技レベルを比較する報道もされた。1994年は、ペンスキー勢を相手に苦戦を強いられ、未勝利に終わる。インディ500では、ピットロードをスロー走行中後続車に追突され、救急班に介護されるという場面もあった。 契約トラブルやアンドレッティとの不仲によりチーム内で孤立し、シーズン終了後にチームを離脱した。ウィリアムズルの FW16 バイト1994年、ウィリアムズはアイルトン・セナの事故死後、セナの代役としてデビッド・クルサードを起用したが、会一人気低下を懸念するバーニー・エクレストンの仲介でマンセルに復帰を持ちかけた。マンセルはカートのシーズン中、日程に 影響のない第7戦フランスグランプリにスポット参戦し予選2位を獲得。さらにカートのシーズン終了後、第14戦ヨーロッパグランプリから残りの3戦に再登場した。第15戦日本グランプリでは豪雨の中、ジャン・アレジとの長い3位争いで一歩も引かぬバトルを演じ、健在ぶりを示した。最終戦オーストラリアグランプリではポールポジションを獲得し、 決勝はチャンピオンを争うデーモンヒルとミハエル・シューマッハを先行させ、二人の相打ちを尻目に、ポール・トゥー・ウィンを達成した。ウィリアムズのコンストラクターズタイトル防衛に貢献し、結果的にこれが F1 での最後の勝利となった。会1での出走にあたり、ニューマン・ハースとウィリアムズとの間に、カートと重ならない日程で、会1に出走する。 競合するライバルメーカーのロゴを付けないという契約がなされたので、マンセルのレーシングスーツにはそれらのロゴは入っていなかった。1995年はアメリカフロリダ州からマンシマに戻り、ウッドベリーパークゴルフクラブの近くへ住居を移し、本格的に海一に復帰する体制でいた。しかしクルザードがマクラーレミリを画策した際、所属チームのウィリアムズが提訴し、 裁判の末若くて、給料の安いデビットクルサードの残留が決定した。マクラーレン MP4、10倍と結局これまでの長い F1 生活で初めてとなるマクラーレンと契約を結ぶこととなった。この契約の背景には、マクラーレンのタイトルスポンサーであるマールボロがチャンピオン経験者の起用を望んでいたとされる。しかしコックピットが狭いとの不満を漏らして、 開幕2戦を欠場した。第3戦3割のグランプリから参戦するも、このシーズンから新たにメルセデス・ベンツエンジンを搭載したマシン MP410 の競争力が低いことや、マシン特性を克服できず予選でチームメイトの未可ハ記念を上回れないこともあり、モチベーションを失った。第4戦スペイングランプリをリタイアした後、マクラーレンからの離脱を表明した。 過去二度とは異なり正式な引退表明はしていないが、その後は事実上、会一から引退した状態になっている。1996年12月に、ジョーダンにて髭を剃った姿でテストを行い、再々復帰も噂されたが実現に至らなかった。ジョーダン EJ14 で、ロンドン市街地をデモランする、マンセル1990年に、マンセルマジウィックモータースポーツの、 共同オーナーとなり、チームは国際会3000選手権とイギリス会3000選手権に参戦した。国際会3000選手権のドライバーはアンドレア・モンテルミーニとジャン・マルク・グーノン。現役引退後は地元でフェラーリのディーラーを経営するから、自らの名を冠した博物館を運営した。ウッドベリーパークゴルフクラブのオーナーとして欧州シニアゴルフツアーの ナイジェル・マンセル国際クラシック。ドライバーとしては、各種カテゴリーに、スポット参戦したり、イベントに招かれて出走している。1998年には、アリバタネント、組、シャモニー24時間表情レースに出場。イギリスフォードワークスのモンデオに乗り、イギリスツーリングカー選手権の2ラウンドに、スポット参戦した。2001年、ミナルディの2座席フォーミュラカーによる、模擬レースに参加。 フェルナンド・アロンソのマシンに追突し、後ろにゲストを乗せたままマシンが、宙に浮くクラッシュを演じた。2005年には、会一の往年のメイドライバーたちによる、グランプリマスターズに参戦し、11月に、南アフリカ共和国のキャラミで開催された第一回大会で、優勝。同年12月には、BBC2 の自動車情報番組、トップギア第7シーズン5回目の放送に出演し、 鈴木リアナを使用したタイムアタックで1分44秒6を記録し、ジェンソン・バートンやデーモン・ヒルを上回る当時のトップタイムを記録した。2006年グランプリマスターズ第一戦カタールラウンドで優勝。第三戦イギリスはフォーメーションラップ中にスピンしスタートできず。二千七年 FIAGT 選手権第二戦にスクーデリア・エコッセのフェラーリカイ百三十 g t で スポット参戦。結果は、総合21位。2011年以降は、FIA 指定のゲストスチュワードとして、いくつかの F1 レースに招かれている。口ひげのない菅尾近年は、長男レオ・マンセルと、次男グレッグ・マンセルのレース活動を支援している。2005年、息子らのために、イギリスでボンシャーにあるカート場を買収し、大規模なレーシング施設に改修したが、その際、 地元住民から、騒音郊外と、近隣道路の渋滞の原因となるとして、猛反発を受け、キャンセルマンセルと銘打った反対運動を起こされた。2006年は、イギリスフォーミュラ BMW のチームを買収し、マンセルモータースポーツとして参戦。また、同選手権の大使に就任し PR 活動を行った。兄弟は2007年は、イギリス解散。2008年は、 チャンプカー、アトランティックシリーズに参戦したが、2009年はレオがアメリカンルマンシリーズ、グレッグはワールドシリーズバイルノーに進んでいる。二人はイギリスの国旗をかたどった父親のヘルメットデザインを継承している。ジネッタザイテックジーズレイキュー・9 s に乗るマンセル2009年9月13日、英国シルバーストーンで開催された。 ルマンシリーズ最終戦 1000km 耐久レース LMP1 クラスにチーム LNT からスポット参戦。マシンはジネッタ在テックジーズ s 0 9 s グレッグと2006年のルマン GT2 クラスウィナー、ローレンス・トム・リンソンとの3名体制で挑み、結果は総合28位。2010年第78回ルマン24時間レース LMP1 クラスに 息子たちと共に参戦。チームは、ビーチディーン、マンセルモータースポーツ、マシンは、ジメッタザイテックジーズ 09S。念願の親子で乗るマン参戦が実現したが、スタートから間もなく左リアタイヤがパンクし、200マイルパーアワーで高速クラッシュ。リタイヤ後、救急車で搬送されたが軽傷で済んだ。2013年には、レオと共に、ジャージーで中古車ディーラーを開業。 ウィリアムズ FW14 バイトや優勝トロフィーなどを展示するマンセル博物館を併設したコーナーへのアグレッシブな突っ込みが持ち味ブレーキングで減速しきらないままコーナーに飛び込みコーナーのエーペックスに向けて素早くマシンの向きを変えるスタイルで回一にパワーステアリングが普及していない当時反射神経と上半身の筋力で暴れるマシンをねじ伏せていた テレビ解説者のデレック・デイリーは、コーナーの入り口からエーペックスまでの速さが命だし、そこからの平均速度も速い。他のドライバーが一番減速するところで差をつけているんだと解説している。精神面のコンディションが走りに現れるタイプで、気分が乗ると驚異的なパフォーマンスを発揮し、母国イギリス開催のグランプリでは、初優勝を含めて5勝、2位2回。 1986年から1992年まで7年、連続ファステストラップ記録と抜群の成績を残した。その反面、気が流行ると強引な走りで自滅したり、チーム内で居心地が悪くなるとモチベーションを失うこともあった。元チームメイトのベルガーは、マンセルの性格をある面では感じやすすぎるというかソフトすぎるんだけど、裏を返すと信じられないくらいファイターなんだよと、 語っている。安全性の向上に助けられたものの、ヨーロッパのジャーナリストからは、すでにマンセルは5回くらい死んでいると言われるほど激しい、クラッシュが多かった。またスタートして、すぐグリーン上を走って、全車を抜く、コーナーで激しいアタックをかけて、相手がひるんだ隙に抜くなど、ルールギリギリの行動も多かった。諸突盲新型と思われがちだが、 技術的な理解力も評価されている。1988年には、ホンダ技術研究所の所長だった、川本信彦が、当時受けたインタビューの中で、ラルトホンダの F2 時代のマンセルを次のように評価している。生前として系統を立った彼のアプローチにはひどく、感心させられました。事柄を想起する能力、車の反応を説明する仕方には、 エンジニアとしての経歴が生きていると感じましたさらに、その後、ウィリアムズ・ホンダを通じて再び彼とつながりができたとき、ナイジェルは非常に優秀でした。ターボ車からベストを引き出すには自分のドライビングスタイルを変える必要があるとすぐに気づいたようです。さすがだと思いましたねとも述べている。1987年のホンダエンジン搭載時の話として、 アイドル回転数を 1200rpm に設定するセナに対しマンセルは 3000rpm とブレーキング時にも回転が落ちないセッティングを好んだアクティブサスペンションに関しては1983年のロータス92や1988年のウィリアムズ FW12 に苦労させられた経験があったが百九十二年のウィリアムズ f w 十四バイトでは 技術的なアドバンテージを理解し、ポテンシャルを引き出せる領域まで攻め込んだ。チーフメカニックのリッキー・スタンフォードは、理屈が理解できているから、理論の限界を信じて、感性を超えていくことができるのさと話している。また、担当エンジニアと相談の上、チームに内緒で、車体姿勢をマニュアル調節し、直線走行を稼ぐ工夫もしていた。一ライバーの角の低年齢化が、 世界各国で問題視される中、高齢になっても体力が衰えず表彰台争いをした、会一ドライバーズチャンピオンは、ファンマヌエル・ファンジオ以来で原始王では41歳児の優勝記録が破られることは、21世紀にはないと言われている。レースを離れれば、愛妻家であり、家族思いの父親として知られる。百八十八年には、水筒の娘、クロエを看病して、 自分もかかり、会一を二戦欠場した。下積み時代から苦楽を共にした妻のロザンヌは、1992年、ハンガリーグランプリで、夫の晴れ姿を見守りながら、インタビューに、笑顔で、ロングウェイトと答えた。直情的な性格ゆえに、他のドライバーやマスコミなどと関係を悪化させることが多かった。特にウィリアムズ・ホンダ時代のチームメイト、ネルソン・ピケットの不仲は有名で、 両者は互いの情報交換を一切しないうえ、二人にチャンピオン争いが絞られてきた1987年シーズン後半になるとホテルのロビーで顔を合わせても挨拶しかしないほど険悪な関係であった。その理由にピケが愛妻イイロザンヌを侮辱したことが関係しているとも言われる。また尊敬していると公言していたアランプロストともフェラーリ時代に不仲になった。 しかし、ロータス時代のエリオデアンジェリス、ウィリアムズ時代のケケロズベルグ、リカルド・パトレーゼ、デーモン・ヒル、フェラーリ時代のゲルハルト・ベルガーといったチームメイト、またデレック・ワーウィック、ミケーレ・アルボレートらとは良好な関係を築いていた。ワーウィックについては何でも話せる親友と辞書で明かしている。ワーウィックの弟、ポール・ワーウィックは、マンセル・マジウィック・モータースポーツと契約し、 1991年のイギリス海3000選手権に出場。自己死するが獲得ポイントにより、シリーズチャンピオンに認定された。ヒルについては、マンセルは92年シーズン、当時、ウィリアムズのテストドライバーだったヒルを自身の後任に強く推薦しており、デーモンは後年、このことは一生忘れない。ずっと感謝し続けるだろうと感謝の言葉を述べている。公的手だった。 マクラーレン時代のセナ・アイルトン・セナとは、コース上で幾度となく接触しながらも、激しいバトルを演じた。殴り合いの乱闘などいざこざはあったものの、1991年日本グランプリでは、立体屋ご服に着替えたマンセルが、ピットロードでセナを出迎え、セナのチャンピオン獲得を祝福したり、1992年、ハンガリーグランプリのレース後、セナは、チャンピオンのマンセルを抱きしめながら、 よくやったね、ナイジェル。本当にいい気分だろ。そうじゃないか。これであんたも僕が嫌な野郎だったわけが分かったよな。この気分をなくしたり、他人に経験させたりしたくなかったのさ。とつぶやき、マンセルに祝辞を述べるなど爽やかなエピソードも多い。セナの死後にはインタビューで、お互いにすごい奴だと認め合っていたと述べるなど、公的主として良好な関係を築いていた。 無名のマンセルに注目し、会一デビューを手助けしたのは、モータージャーナリストのピーター・ウィンザーとロータスのアシスタントマネージャーのピーター・コリンズだった。ウィンザーは後に、ウィリアムズの主要スタッフとなり、マンセルをサポートした。コリンズが、リオデジャネイロのビーチで溺れかけた時、マンセルが救助して恩返ししたこともある。ロータス時代、折り合いの悪かったピーター・ウォーから、俺のケツに、 穴が開いている限り、お前は優勝しないと批判された。その後マンセルは、次元でこのことについて触れ、今ではきっと、ひどい便秘になっていることと思うと皮肉った。マクラーレン代表のロンデニスは、世界中で契約できるドライバーが、マンセルだけになっても、私は、彼と契約しない。とまで語っていたほど、マンセルを評価していなかったが、1995年には、 そのマンセルと契約した。契約にあたっては、セナの死亡、プロストの引退などによる人気の低下を懸念した、フォーチ側の思惑があり、ミスマッチとも思える契約につながったが、このようなコンビが長続きするわけもなく、4戦限りで契約解除となった。トークショーにて1985年から1987年と、3シーズンにわたって、ホンダエンジンをドライブした上、 その豪快なドライビングスタイルや苦労人としてのレーシングキャリアが多くの日本のファンの支持を得て親しみを込めてマンちゃんと呼ばれ絶大な人気を博していた。かつて存在した公式ファンクラブザ・ナイジェル・マンセルオフィシャルファンクラブは母国イギリスの他日本支部があった。このあだ名を命名したのはモータージャーナリストの縦内ただ内はマンセルの記事を訪問し、 1992年にマンセルが好きだ、なる著作を出版。日本グランプリ必勝祈願のため東京日本橋から鈴鹿まで暗虐するほどのマンセルファンだった。また、同業者の西山平尾もこのフレーズを愛用した。富士テレビの F1 中継で実況をしていた古立一郎もウィリアムズ復帰後に使用していたことがある。他に古立五六においては、 暴れん坊将軍、荒帽子が多く用いられた。ウィリアムズ FW11 に描かれた、レッド5985年に、ウィリアムズへ移籍した際、この年のチームメイトであるケケロズベルグとヘルメットのカラーリングが似ていたため、チームクルーや他のドライバーが区別しやすいようにと、白地だったカーナンバー5をシーズン途中から赤に変更した。赤を選んだ理由について、マンセルは、 イギリス空軍のレッドアローズからいただいたアイデアと発言しており、第一期、ウィリアムズ時代は、レーシングスーツも赤色だった。このマシンで当時としては最地記録となる3072戦目での F1 初優勝を遂げ、以来、赤いナンバー5イコールレッド5は、マンセルのトレードマークとなった。ロズベルグが1985年限りでチームを離脱し、チームメートが、ピケ、 バトレーゼと交代する中においても、フェラーリー遺跡まで一貫して、レッド5をつけ続け、その後も1991年からの第二期、ウィリアムズ時代、1993年のカートに、転校初年度にも、レッド5をつけていた。1994年には、カートでは、ディフェンディングチャンピオンの証である、ナンバーワンシーズン終盤に、ウィリアムズから復帰した、回1では、ナンバー2となり、 トレードマークのナンバー5は使用されなかったが、それぞれで赤字ナンバーは継続された。開一最終シーズンとなる1995年のマクラーレンでも赤いナンバーだったが、この場合は特別に変更したわけではなく、チームは元から赤字のカーナンバーであった。1998年にイギリスツーリングカー選手権にスポット参戦した時はナンバー5は、 ジェームス・ストンプソンが使用していたが、ナンバー55を赤字にして登場。BTCC のカーナンバーは黒となっていたが、例外的に赤いカーナンバーが認められたものであった。2005年に開催されたグランプリマスターズでも赤いカーナンバー5をつけている。攻撃的なスタイルを、かつてイングランドを支配した勇猛なリチャード一世のあだ名、死死神王」になずらえたもの。 フェラーリ在籍中、イタリアのティフォ氏には、イルレオーネと呼ばれた。レース中以外にも、マンセルは、多くの逸話を残した。PPG インディカーワールドシリーズインディアナポリス、500。ありがとうございます。